さあ、この時間のゲストは11人組グローバルグループ INI から後藤健くん、藤巻京介くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2度目のね登場でございます、はい、お二人ともあれからもう時間も経ちましてどうですか、はい、ね、この半年で、ね、いろんなグループと、はい、ね、いろんなグループとも共演したりとか踊ったりとかってする機会も増えたと思うんですけど、はい、お二人はこう、うん、グループね、外れてというか外で飛び越して仲いい人っていますか？あ、自分はファンタスティックスの中島颯太君と、うん、この間ご飯行かせていただきました。その時ジンさんのこともで話してくれてた。めちゃくちゃいい方って言ってました。悪口言ってなかった。言ってないです。聞こえる声に届くように言ってない。めちゃくちゃベタもベタ褒めでした。翔太と年が近いですか？同い年です。おー、はい、はい、そっかそっか。どうですか？はい、僕はは言えない中で、うん、もう一番その芸能界の友達とか本当に誰もいなくて、うん、少ないんですけど、LDH の、はい、TJBB、うん、ジェットボーイバンガーさんの翔さんが、うん、実は僕大学の先輩でして、うん、すごい、はい、お世話になってましたね。田中君ね。はい、田中リーダーです、ね、リーダーです、はい、リーダーです、はい、ね、田中君ってね、すごいもう本当子供の頃から有名なキッズダンサーで、はいはい、地獄君で、地獄君つってもうダンスもうまかったんですけど、でも大学行った後一回就職してね、ダンスやめちゃうんですよね、はい、そうなんです。意外な共通点、うん、知らなかったです、はい、そんな共通点があるんですね。はい、グループ感はどうですか？またさらにこう今進化してきました。そうですね、今回でセカンドアルバムもすぐ発売になるんですけど、なんかこれまで4シングル5シングルとか通して結構なんかメンバー間の仲の良さというか、うん、なんか団結力は結構固まってきてる感じはしますね。はい、そっかそっか。みんな11人ね、ランペ16人、はい、11人ってどうですか？やっぱ多いと思いますけど。いや多いですね、うん、リーダーは、リーダー木村雅也、うん、どうやって団結するんですか？みんな意見割れるでしょ。まあ意見結構割れるんですけど、うん、まあ、その都度話し合いとかしながら、うん、まあ、できるだけ同じ方向向いていこうみたいな意識でやってはいますね。話し合いは大事ですし、あとこの前レディートゥーポップって言って僕たちセカンドアリーナライブツアー、うん、2回目のアリーナライブツアーさせていただいたんですけど、うん、はい、やっぱりそうやってツアーとかを超えていくことでなんかすごい、なんだろう、気持ちっていうか、うん、一つになったり絆が深まったなってすごい実感します。うん、このメッセージ来てますよ、チョコさん、11人で活動を続ける中で気づいた自分が得意だと思ったことを教えてほしい。自分が得意、うん、自分が得意だと思ったこと、うんうん、そのメンバー間そのなんていうんですかね、その団結力保つ中でっていうことですか、うん、全く別 の、 でもいいんじゃない、うん、グループの中で俺は意外と掃除が得意だとかって聞いたとか、はい、でも一生ねまとめることもそうだし、意外と買い出しお菓子選ぶの得意みたいなこと、役割的な、うん、何なんですかね、得意なことか。でもなんかあんまりそのちょっと機嫌が良くない、うん、日とかあるじゃないですか。あります、あります、それは、うん、それ察知するの結構得意だなと思いました、ね、大事ですよね、はい、あ、今日ちょっと危ないかもなこの人とかあ、今日大丈夫だなみたいな、それでちょっと距離をいい感じに保つのは結構自分の中で得意だなと感じますね、はい、あとそれを気づかないふりするっていうね、はいはいはい、気づかないふりするみたいなのはやっぱグループで仕事してる上でちょっとだけ気を使うっていうね、はい、あんまり気を使いすぎずちょっとだけ気を使って行動する、やっぱその察知レーダーがすごい、結構自分それあるんじゃないかなと思いますね。うん、どうですか？僕はその察知力あんまりない方なんで、本当ないですないんで、多分だからもう常に明るくというか、それがいいですね、なんかもう盛り上げるというか、ありがたいです。なんか撮影始まって何回も何回もやるときにすごい声出してっていうのは、うん、なんか最近、まあ、自分できてるんじゃないかなというか、やっぱね空気読まない人がいるのも大事ですよね、はい、いや大事です、マジで、うん、本当に、うん、結構ありがたい、助けられてる、スタッフさんは特にそういう人に助けられます。はい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 、いや、うん、助
助けてますね自分で言うな正直、うん、だって夜中になってさ、はい、明らかに空気悪くなるじゃないですか。やっぱり押したりとかさ、どうしてもね、ねえ、やっぱりまだあんのみたいな時とか、うん、あとこう意味のわからない待ち時間とか、はいはい、どうしてもありますから、はいはい、うん、ねえ、ランページどうするんですか。そういうなんかこう、あ、イライラしてんなと思ってる人がいる時は、イライラしてるときはもう僕個人個別に、まあ、リーダーなんで話しに行きます。なんかあったんってもう、誰もいないから、もう、もうそのモヤモヤしてるのがちょっと嫌やから、うん、はい、直接聞きに行くかもしれない。すごいストレートにそうやって1対1で話しに行けるのめちゃくちゃ羨ましい、うんうん、普段から関係築いてるからこう話せる、そこの前が大事、いいですね、ベースがあるから。確かにすごい、普段から関係気づいてるからって言いましたけど、気づけてるかどうかわからん。ジン君はそう言ってるけど、ジン君はそう言ってますけど、向こうからしたらでもそう思ってないかもしれないです。そうっすね、うん、意外、いやでも意外といけてんじゃないかなという、こんなの来てます。ふわりさん、後藤君、藤巻君に質問。仕事終わったらすぐ家に帰りたいタイプですか、それとも終わった後メンバーを誘ってご飯に行きたいタイプ。これ分かりますよね。分かりますね、はい、即帰する人もいますからね、うんうん、自分はあの結構日によって分かれるんですけど、忙しかった日、忙しければ忙しいほどご飯行きたくなります。逆に、はい、なんかちょ、あ、疲れたなと思うときはメンバー誘って焼肉行ったりとかするんですけど、うん、まあ今日はそんなにまあ、さらっと終わったなって日はすぐ帰りたいです。なんかね、忙しい日ほどなんかもう一個入れて、そうなんですよ、逆にそれがリセットになるっていうね、反動でね、その通りです。なんかね、自分のね、なんかこう上がったアドレナリンを下げていくみたいなね、さあそんな INI なんですけど、なんと2月24、25の土日、はい、初の単独ドーム公演を開催と、はい、ありがとうございます。タイトルは何て言うんですかこれ、タイトルは、はい、はい、INI セカンドアリーナライブツアーレディートゥーポップ in 京セラドーム大阪ですね、うん、はい、なんと会場は京セラドーム大阪で 2days、うん、はい、ドーム公演、うん、初ですか。初めてです。もうちょっとじゃないですか、うん、もうすぐですね。どんな感じにしたいですか。そうですね、あの去年末まであのレディートゥーポップアリーナツアーをやらせていただいてたんですけど、うん、まあ、それとはまたレベルアップしたステージになんかできたらいいなと思いますね。また会場も大きくなりますし、お客さんの数も多くなるので、また一味違ったレディートゥーポップっていうツアーを見せれたらなと思いますね。ジンさんね、ドームご経験あると思いますけど、はいはい、やっぱね違うんだよね。やっぱ違いますね。ドームになると高さが出てくるんで、次の日首の後ろとか背中めっちゃ痛なるんですよ。頭まで上げたりとか首上げたりとかするだから、意外とそのちゃんとストレッチしていつもと使ってるやっぱ筋肉がちょっと違うと思うので、パフォーマンスとか、いやなんかでもアドバイスとか聞いときたいですね、うん、そのやっぱアリーナよりさらに遠くに届けないといけないとかあるじゃないですか。なんかそういう届けるためになんかコツというか、なんかそういうアドバイスとかってあったりしますか、ドーム公演を行う中で。もう一回僕が言えるのはあれですけど、もう一回こうアーティストになりたかった時のこととかかな。むしろその変な、こう、こうしてこうしてとか深いこと僕考えれないんで、はい、こうアーティストになりたかった時の純粋な自分に戻ってステージ立つぞみたいな気持ちが。これいいかもしれないですね。どうですか、佐野さん。いいんじゃないですか。僕は立ったことないから分かんない。でも分かりやすくやっぱり本当に大きくジャンプしてるよね、うん、みんな、そうですね、あのドームで見てると、もう届けっていう感じで、届けっていう思いですね、うん、すごいねやっぱり、はい、さあ来週14日にセカンドアルバムをリリースします、タイトルは何でしょうか。はい、マッチアップです、うん、どんなアルバムになりましたか。はい、やっぱりもうなんかまあファーストアルバムがあって、うん、今回フォースシングルフィフスシングルあって、でまあいろいろ冒険して今セカンドアルバムになるんですけど、やっぱまあいろいろたくさん冒険して経験してきた中で、まあみんなで改めて話し合って、INI らしさってなんだろう、 INI の音楽ってなんだろうってたくさん話し合った結果、なんかこれからのまあ INI としてのなんか武器というのものをなんか見せていくための第一歩となるアルバムになるかなと思います。はい、はい、というわけでそちらのアルバムから1曲いきましょう。曲紹介どちらがありますか。はい、それでは聴いてください。 INI でレジット。さあというわけで、この時間はゲストに INI のメンバー来ております。改めて自己紹介どうぞ。
はい、アイエナイの後藤健です。藤巻清介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあというわけで、こちらこれは振り付けは結構、はい、振り付け師の方は結構韓国の方が多いですね。はい、はい、ね、ジングどうなんですか、韓国の方の振り付けと日本の人の違いというのは。そうですね、やっぱりその韓国、うん、まあ、今のこのボーイズグループってやっぱ全員が歌って踊れるので、うん、やっぱ構成力に幅が一気に出てくるんですよ。今までのやっぱ LDH、 僕らランページとはちょっと違うスタイルというか、うん、そこでのやっぱ一人一人の際立て方がすごく上手だなとパフォーマンス見てて思いますね、うんうん。やっぱこうどうなんだろう、難易度もどんどん上がってんのかね、やっぱ昔と比べたら。だって振り付け1個でもすごいバリエーション増えてるじゃないですか、やっぱり。そしたらどんどんね、やっぱ新しいの出てくるんだろうね。そうですね、ちょっとこう横か縦かでしか構成してなかったパフォーマンスがね、縦横無尽に形も変わって。確かに覚えるのも大変ですよね、絶対。確かに大変ですね。さあというわけで、それではライブがね、いよいよ24、25、京セラドームであるということで、そして来週14日がセカンドアルバム、マッチアップを、リリースしますということで、はい、4形態ございますね。はい、レッド、ブルー、グリーン、マッチ、はい、何が違うんですか。はい、DVD が収録されていたりとかしますね。うん、はい、あと結構今回はレッド、ブルー、グリーン、マッチって言って結構色ごとに分かれてるので、うん、それぞれなんか入っているメンバーそれぞれのトレーカーだったりとか、いろいろ変化があると思います。はい、さあというわけで、お二人に急上昇聞きましょう。まずじゃあ後藤くん、はい、何でしょうか。はい、僕後藤武が最近急上昇していることは、わさび塩です。はい、いいですね。わさびと塩じゃダメなんですよ、うん、わさび塩っていうやつがあって、ニンニクチューブとかからしチューブみたいなのあるじゃないですか、その感じでわさび塩チューブっていうのがあって、それがめちゃくちゃ美味しくて、別々につけんじゃなくて、いや、ダメなんです、混ざってるやつが。焼肉屋でね、はい、塩とわさび別々に出てきますけど、混ざってるやつが、混ざってるやつがもう売られてるんですけど、それスーパーで見つけたんですけど、それがもう美味しすぎて、うん、僕よく京介もなんですけど、よく2人とも家で焼肉をするんですよ、うん、焼肉専用のホットプレートみたいなのをもう買ってて、それでスーパーのお肉買って焼いたりするんですけど、今まではなんかいいタレ、いい塩、うん、でレモンとかつけて食べたりしてたんですけど、そのわさび塩で食べてからはもうタンもハラミもカルビも全部それで食べれる。へえ、うまいんだ。本当に美味しいです。チューブに入ってるんだね。はい、魅力的かも、めちゃくちゃ美味しいんだよ、ね。そんな便利なものはね。はい、いや確かに、だから焼肉屋で塩とわさび出てくると、はい、めんどくさくてわさびつけなかったりするんですよ、ね。そうなんです。塩でも十分で美味しいです。そう塩で美味しいからわさびつけなくていいやと思うんだけど、でもつけた方が絶対うまいんだよね。美味しいです。ぜひ、はい、皆さんお楽しみに。塩わさびね、はい、藤巻くん何でしょうか。はい、最近は入浴剤、入浴剤というか、入浴、お風呂の時間をちょっと充実させたいなと思って、うん、結構乾燥もしますし、なんか疲れとかも取りたいなと思ったんで、うん、湯船に浸かるようにしてるんですけど、うん、まあ、その中で、入浴剤入れてみたりとか、なんか温冷交代浴っていう、うん、なんか湯船、ちょっと厚めの湯船使って、うん、で、冷水のシャワーを浴びるんですよ。まあ、簡単に言ったらなんか、まあ、サウナの容量というか、体温めて冷水浴びて、まあ、ちょっと休憩してみたいなのを、まあ、2セットとか3セットやると結構まあ、整うまではいかないんですけど、まあ、結構なんか体がこうリラックスできるというか、まあ、そういうなんかお風呂の時間をちょっと最近は充実させるようにしてますね。やっぱお風呂ゆっくり入ると疲れ取れますか。まあ、なんか寝つきが良くなったような気がするというか。そうだよね、やっぱ僕も本当若い時はシャワーシャワーでしたけど、やっぱ違うよね、うん、ちょっと違いますね、体も温まるんで。いいか、湯船入るんですか。いや入るんですけど、僕あんま暑いの苦手で、だから41度とかぐらい、はい、あ、はいはい、で入ったら寒い時期って出どころ分かりません、ね、それぬるすぎるんじゃない。いや、ぬるすぎるのかな、やっぱりぬるすぎるんじゃない。いやでも入った瞬間は暑いんですよ。ただ暑くて、はいはい、あ、いいなってなってて、はい、でも5分とか入ってくると、はい、ぬるになってきて、これ出たら寒いからもうちょっといいよって思うと、いや冷めんの早すぎません。外で入ってます、間違ってんの。もっと暑い方がいいな。そうですよ、暑くして出て、はい、しばらくそれを、はい、いやそれがね、うん、
そうか、暑いのに出てくる。違うんかった、ね。メッセージまた来てます。サラスさん、質問ですと、ダンスするための体をキープするために普段心がけていることを知りたいですっていう。ああ、うん、スケールとかは特にね、結構筋トレとかもしてるし、はい。そうですね、最近ちょっと頑張ってるんですけど。どこ一番してます？トレーニング。どこ？うん、僕でも体全身ですかね。うん、もう本当に。多分体幹とか言ってほしいんかなと思うんですけど、全身やってますね。でもやっぱこれまでなんかやっぱ全身やることによって、これまでなんだろう、100出さないといけなかったパフォーマンスがなんか70ぐらいでそのパフォーマンスできたりとかするんで、もうほんと全身まんべんなくちょっとしっかり鍛えさせてもらってますね。こないだな、あの、はい、ジェネレーションと長塚優太イベントがあって、俺も久々会ったんですけど、もう体鍛えすぎて腕がもうバッファルマみたいにね、すごいよね、あれバンプアップしましたね。もうバンプアップすぎちゃってバーコーンってなってたよね。すごいすごいですよ、こだわり。でももっとバランスよくね。そうですね、バランスはちょっと意識してるかもしれないですね。藤間君は？そうですね、あの自分も本当にちょっとずつですけど、うん、まあやっぱ筋トレ本当ちょっとですね。タケルは一番やってるんですけど、うん、まあ、それは比べ物にならないくらいやってないんですけど、まあ、ちょっとやりたくないのあんまり。まあまあまあそんなに、はい、はい、でもやらなそう、あの素直ですね、はい、でも必要だなと思うんでちょっとやってはいるんですけど、うん、あのちょくちょく京介腕だけ太くしようとバランス悪なりませんなんでよ、誰かと喧嘩しようと思った。結局俺たち、あの自分たち INI ってあんまりこう、まあ、上乱になったりする機会もないので、うん、あの肌が見えるとこって言ったら別に腕だけなんですよ。だからまあ別に見た目腕だけ鍛えときゃいいんじゃないか。テンションがあって上乱になるみたいな、やんない。あの一応あんまそういうことはするなと。あ、なるほどなるほど。まだ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 早いんじゃないか。そういうことに頼らないで。ジクなんか2秒で脱いじゃう。何日なんか服着てる人の方が少ない時あるんですよ。すぐね、熱くもないのに脱いじゃう。恥ずかしい。恥ずかしい。さあ、というわけで、そんな INI なんですが、今日深夜1時から、東京 FM、from INI が放送されます。はい、今週はどなたが担当なんでしょうか。はい、深夜1時からは、うん、僕、藤巻京介と後藤健、そしてシューフェンファンというメンバーで、2時からは、うん、高塚ひろむ、佐野雄大が担当します。はい、はい、というわけで、そして、来週14日セカンドアルバムマッチアップ、そして24、25は京セラドームライブですね。はい、来ました。いよいよね、うん、そうなってくるとドームツアーなんか見えてくるかもしれないですね。いやー頑張りたいですね。はい、というわけでこの時間のゲストは INI から後藤健くん、藤巻京介くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。